それではこれから月光ソナタという名前で非常にポピュラーになっております。第14番 A 波短調作品27-2を聞きましょう。Thank you.
ベートーベンのピアノソナタ第14番 A 波短調作品27-2月光、園田隆弘さんの演奏でした。園田さん、この月光っていうタイトルですね、まあヨーロッパでもモンシャインとムーン